はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミキトです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回なんですけども、ローテーションの、ロイヤルさんのデッキですね、レビオンロイヤルやっていきたいと思います。レビオンロイヤル、前回のね環境とほとんど変わってないんですけども、まあやっぱ新カードの要素欲しいなと思ったので、4コストのね4ダメ与えつつ、2枚カードを引くというスペルカードプラスアテナをちょっとピン刺しですが入れてます。それ以外は前使ってたレビオンロイヤルとほとんど一緒です。いや、まあちょこっと違うとすれば、あの疾走系が多い環境になっちゃってるので、はい、天使さんはねもう必須ですね。はい、なのであとはこの極光の天使さんを出すタイミングさえミスらなければ延命もできるしといったところでしょうか。そうですね、なんだろう、新環境でいろいろとやってますけど本当リッチが多くて泣きそうです。うん、てか一回泣いたっつってね。はい、やっていきたいと思います。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さあ、それではやっていきましょう。お相手さんはウィッチですよね。うん、ただエンジョイ勢とは書いてあったな、どうなんでしょうかね。あの称号を見てねちょっと考えたりするんですけども、はー、ジェノさんダメですよあなたは。いや、まあ1枚くらい手札に来てもいいけどね、アルベールさんのね我が身に宿れエンハンスキューの時に出てきてくれなくなっちゃう可能性がありますやん、もう。まあ、とりあえず1ターン目はレビオンシスターズ、ふざけてるでしょう。まあいいや。とりあえずマイムだけ手に入れて、何ですかこの3カードは。わけがわからないですよ。もしこれで次レビオンシスターズ引いたら笑いますよ。ああ、さすがにそれはない。さあ、作戦開始だ。誰が来る？レビオンの探索者、3コスト欲しいところではありますが、どうでしょうか。最悪ジェノですよ。マジックミサイル、マジックミサイルだとまだわからない。どんなデッキにも入っているデッキでございます。レビオンの弓使いよりはジェノさん1枚出しましょう。お相手さんがジェノに、付き合ってくれれば嬉しくはないけどといったところか。ヤムハル進化塾ですね、おそらく。あ、じゃあ、ここはとりあえずマイムで当たってキャノンスマッシャー。サイルス鉄。移動します。5ターン目は探索者、6ターン目はシバーという動きでいいかな。さあ、出てきたラブリーモニカさん。これは、モニカさんの進化時能力が厄介なだけで、あやつは放置しててもまあよしと。うん、放置で良さそうですね。レビオンの探索者で団長いいですよ。さあ、これで、ギリギリ上から取れるっていったところですが、まあ無視ですよ。あいつ倒しておくと、お相手さんのターン開始時にアクセラレート3で使えるようになっちゃうんですよね。3だったよね。モーラー、ポーラーが嫌なんですよ。エンハンス7で、エンハンス7か。うん。あ、7で使えば、モニカちゃんがまた一緒に出てくるんで。まあ、そうですね。おそらく当たってくるであろう。で、進化を使わない。もし使うとしても、フニカルさんをポン置きとかかなと思うんですけど、どうですか？どうですか ?5 コストでなんか盛大な動きでもあるのか。進化軸でしょ、進化軸だとするとほんとフニカルヤブンハル系が怖いところではあるんですけど、お相手さんの時が止まったと思いきやマナリアの英知、一体何をデッキに戻したんでしょうか。さあ、マダンと防塵を1枚ずつ手札に加えましたが、防塵使うにして、あにゃーん、ウィズダムコアだと。それはおそらく進化圏回復用か。とりあえず、ここは、芝ポン置きで殴りましょう。響けマントラ。
さあ、体力を2回復、まあ1に回復して体力20ですね。戦況をどう見るかですね。お相手さんのあのウィズダムコアは進化時にまあ消滅する代わりに知恵の光2枚プラ、手札に加えつつあれするんですよ。なんですか PP2 回復ね。それが嫌なんですけど、さああなたの名前は雷鳴、私を貫く、ポーン、ヤブハロー進化して残り3コストでどう来るか。プロダクターマシーン、ありがとうございます。我をも滅すか。残り2コストでマダン、なるほど、残さないスタイルですか。であるならば、ぶっちゃけ言うと猛虎で走っても多いかもしれないですよね。順番間違えましたね。はい、ルネスを最初に出しておいた方が良かったです。するとルネスの体力がプラス1だったんですけどね、あの16でしたね。まあビビタルさですよ。ただ、このビビタルさがどうなるかといったところですが、さあお相手さんは取りたいフォロワーが多すぎる、スタッツがでかい弓使いか、勝手に進化できるようになっちゃうジェノさんか、それとも2回攻撃を持ってるルネスか、一瞬名前が出てこなかった。さあどうだ、6コスト神社、0コストで悪撃とかないときつくない。さあ神社の言霊、あーなるほど、モーラを1コストにしたで進化権回復するが、それは勝ちだぞ。ジンジャーを進化したっていうのはあの進化時能力のあれが欲しかったんでしょうけど、勝ちなんですよね。いつものいけどち、さあ殴って終わりましょう。あ、今気づいたけど、芝の能力、あれで、殴って、ターンエンドで勝てたんだ。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方、お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。